こんにちは、ふみです。本日はですね、今日から始まっているアメン降臨を初見でやっていくんですけども、皆さんお気づきの通り、今日はちょっと諸事情がございまして、顔をね映してません。はい、ごめんなさい。まあ今日だけだと思うんで、ちょっとねご了承いただいて、今日は声だけでアメン降臨の、ジッツ壊滅級ですねをやっていこうと思います。初見です、完全に。今日は虎杖真人ですね。まあ私のボックスの中で、まあ今のところ1番2番を争うぐらいの強さであろうパーティーを使っていきたいと思います。簡単に説明すると、真人に服部さんの武器がつけていて、リラチェン耐性で、ベリアルに、これは上杉の武器ですね。最初自称して虎杖を変身していくので上杉の武器で、現メンペラーがオーディンの武器で、ね、暗闇を補ってるのと、まあスキブとバインドもねちょうどあるので、オーディンの武器で上限解放で、闇ファガンが吸収枠の伊之助をつけてます。そしてイナが、最初ヘイストしていくのと、雲耐性のためにサイクロン号をつけていて、でフレンドさんの虎杖が、まあ、十字の武器、十字じゃないや、封印1個足りないので封印の武器ついてるやつを使っていきます。こんな感じでタッチは HP で、さあ初見クリアなるかいってみましょう。まあでもね、私アメン持ってないんだよね。こんにちは、ブリキッドさん、こんにちは。なるほど、アーチン来るか。なるほどね、支援が来るのはちょっとしんどいんですわちょっとしんどいね。じゃあ、じゃあですね、イナ使って、まあ、最悪サイクロンクラッシャーは必要ないので、イナ使って軽減かけようか。もう初っ端からピンチやないかーい。闇集めたいね、闇。オッケー。いやでもこれ3ターン後に発狂とかかい。これ初見1回殺しかい。やめてくれい、やめてくれい、やめてくれい。あ、変換されちまった変換されちまったよ。上杉、ファガン、虎杖いってみようか。もう変身しちゃおう。でファガンで闇作って、ちょっと猪之助消えるけど、でまあ L 字しながら、L 字はしながら、回復4しながら、まあ適当にテストでしょ。さすがに倒せない。うん。あ、ずっと属性吸収してくるんだね。しないもん。あと2ターンで、ゲームが来るので頑張ろう。ゲーム、あ、もう来た。よし、リフが溜まっちゃった。マヒト溜まったんで使います。マヒト使ってスクナも使っちゃって、でゲーム使うでしょ。そしたら開けてないも回復できるので完璧。吸収は多分引っかからないんじゃないかな。はい、今の連発。よし、ちょっと一回に時間がかかってしまったが、えっ、あぶね。え、誰が引っかかってんの。普通に火力足りなかった。
分かんない十字雲か、十字組んで、何？ヒンヒール誰がかかってんの？え？まあいいや。オッケー。やっと1回突破して2回です。さあ、デュエルか。なんだっけデュエル。赤いクリエ。ちょうどいいじゃない。クナとイナで、書き換えていきましょう。パガンの裏のイノシキは貯めた方がいいのかしら。あ、でもいいか。しょうがないもんな。買っちゃったし。はい。もしかして硬いのか。普通に硬かったのか。あ、ちょっと硬いんだ。すごい、ずっと回復弾してくる。領域展開、地平円丼か。じゃあ、こうして、あー、やばい、繋がってるじゃん。まあいいや、倒したでしょ。オッケー。さあ、3回。お、ラーだ。あ、いや、ルーレットか。ルーレット対策してないんだよな。7ターン頑張るか。7ターン。いや、どんぐらい。あ、でも全然。オッケー。エリアでいる。ソーラーエネルギー。あ、怒った。これ倒しきれるかな。頑張ろう。いや、2列作りたいけどきついか。ちょっとね、ルカティさ、まあ、いつもなんだけど指が短いのよ。あ、やばい。あ、落としになってる。天才。待って、回復力、うわ、買った。よし、帰ってきたぞ。ベリアル使って、イタドリ使って、で、ここさ、どうしたらいいの？一応イナも使うで、これどうやったら正解？ミレ組まないと抜けない？結構むずいんだけど。どうする？あ、回復区別なくね？バッカチン。これでいかなかったらもうわからん。この抜き方が。頑張れ。なかなか硬いやん。